ベッドにもなるんです。ほら、じゃあ73歳になられてもまだ徹夜をしようとしてたんですか。まだね、なんとかやろうと思ってました。ちょっと今田さん寝てみてくれますか。あら、大丈夫なんですか、うん、寝たり。お、あれれれ、どうです。あ、大丈夫ですね。じゃあロボットちゃん、マッサージお願い。来ましたよ。体は小さいんですけど、とってもよくね、言うこと聞いてくれるんですよ。はい、じゃあやってもらいましょうね。さあ、今田さんどうですか、気分。あら、ちょっと気持ちいいですね、これ、うん、うまいうまいうまい。じゃあ、とっておきのね、やつもサービスしてもらいましょうか。お願いします。さあ、今田さん、外側にもいろいろ工夫を凝らしてみたんですけどね。いや、工夫って何もないじゃないですか。と思うでしょう。ええ、実は、こちら。ね、どうですか。いや、すごいじゃないですか。四季折々の花をめでてですね、ああ、そして家庭菜園で採れた野菜で料理をいただく、これは私がずっと考えてた未来のね、世界なんですけど。いや、いいですね。気に入ってくれました。いや、気に入りましたよ。ですか。そしてね、はい、こんなことも自動なんですよ。まだあるんですか。ん、あれあれ、ええ、何もないじゃないですか。あ、出た出た。うわー、危ない危ない。あれだけ早く直しときなさいと言っといたのに、ごめんなさい。いきますよ、ちょっと音声さんに怒られますよ、それしたら。いや、今田さん大変なことです。いや、違った。いや、すいません、もうちょっと勘弁してもらえますかね。恥ずかしくなりました。だって濡れに行く前に立ち位置見てるんですもん。そんなうまいこと編集してくれんと、思いっきり下見てるじゃないですか。いやいや、 CM の後もまだまだ続きます。また はい、お疲れ様でした。テープチェンジ兼ねてここで休憩挟みます。 VTR さん、縫製テープのチェンジお願いします。へへ、順調だね。はい、問題ないです。で、後半は何だっけ。明けがここまで来たガラスの地球、続けて激動の昭和と漫画の虫、 CM 挟んでパネラーのマニア度を競う超難問アトムでポンです。あ、あれか。はい、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。伊東洋華堂半額市、選び抜かれた冬の250品目、ズバリ半額。伊東洋華堂半額市開催中。新しいラックスサラサラストレートフォーム、うるおい成分がスッと染み込む。毛先までうるおってるのに何もつけていないようにサラサラ、新サラサラストレートフォーム、ラックス。乗せたのは自由、ランサーセリアワゴンデビュー。咳を止めたいだけなのに。それ本当に咳の薬？え？咳を止めるのはアネトン咳止め液の仕事です。咳中枢にしっかり働く。聞いた。アネトン。ファイザー製薬。美味しい紅茶を飲んでいると新しい気持ちに出会えた。明るい心にリプトンイエローラベル。Drive your dreams. 君だけを見つめ。この優しさをすべての車に、トヨタウェルキャブシリーズ。ここからは暮らし広がる世界の品質 B&G。
トヨタ自動車とご覧のスポンサーの提供でお送りします。休憩前までにはあそこにあったんですよ。ないじゃないか、今ないじゃないか。誰が持ってったんだテープ。さあ、もうさあじゃないよ。どうすんだよ。どうしましょう。バカ、徹底的に探すんだよ。あ、俺な MC に事情を話してくるから絶対探せよ、はい、バカ氷山月。なんでこうなんだよ。終わりか。俺も21世紀を目の前にしてやる気あったのにな。今回は誰だ、いたずらしてんの。大丈夫かな、あんな得体の知れない VTR で。どうでしょう。はい、頼んだぞ。あ、もう山のお前大丈夫ですって。 MC には納得してもらいました。マジで飛ばすよ。いいですよ、俺もディレクター生命かけてますから。安心して BS 行かせてあげますって。本線スタートお願いします。じゃあ本番行くよ。本番5秒前、3、2、1、9。さあ、それではここでこの番組が総力を挙げて作りました、はい、手塚アニメをご覧いただきたいと思います、うん、はい、手塚アニメのキャラクターが総出演するオールスターキャストの推理アニメ、世界初公開です。そうですね、重大な事件が実は起きますので、一体誰が犯人なのか、どうぞあの皆さんも十分に注目してご覧いただきたいと思うんですね、はい、まさか出てくる主人公の顔がワンカットワンカット全部違うとか大丈夫ですね、はい、さあということでご覧ください、はい、トムたち元気にやってるかな。あ、そうだ、いけない、集合時間は6時だ。急がないと遅刻だ。
やあ、手塚先生、いや間に合ったかな先生。僕たちも今来たところです。そうか、よかった。久しぶりですな。お元気でしたか。わーい、僕元気。待ちなさい先生。みんな元気そうで。ああ、なんだおい、誰だ。ロビタ侵入者。おろしなさい。新人物。ロビタ、手塚先生だよ。手塚、誰ですか。こら、ロビタ。話しなさい、ロビタ。え？お、天魔。話します。天魔博士。ようこそ、手塚先生。天魔くん。おお、すごい車椅子。私の開発した車椅子でね。こうやってエアーの噴射で階段くらい降りられる。足の具合悪いんですか博士。不自由はしてないよ。いやー、ひどい目に。天馬君、その足実験中の事故だったよね。ねえ先生、ドクターだったんでしょ。見てあげたら。そうだ、ブラックジャック、彼に見てもらおう。私のオペは高くつきますよ。ブラックジャック。遅くなりました。火の小気味呼んでなかったのに。また。まあよく来てくれて。いつブラックジャック先生と結婚させてくれるんや。いや、その、あ、天馬くん、これで揃ったのかね。はい。いつなんや。わあ、広い廊下。みんな我が屋敷へよく来てくれた。今日集まってもらったのは手塚先生の働きかけで、私たち手塚ファミリーが20世紀最後の、そして来るべき21世紀を迎えるにあたって、この屋敷で、要するにじゃ、全手塚キャラクターが集まって行う20世紀最後の年越し大宴会じゃよ。さすが先生、すごいですね。まあまあね。つまりじゃ、21世紀の人と自然の未来を願って、また科学と文化。おい待ってくれ。ここが会場となる大ホールだ。でっかい部屋。準備のため君たちには早めに来てもらったが、私のロボットたちがすでに働いて手は足りている。あれ食べる。ダメです。何かあったら声をかけるので、それまでゆっくり休んでいてくれたまえ。受付が始まるのは夜11時。各自部屋を用意した。先生は最上階の奥の部屋を使ってください。ごゆっくり。ありがとう。ブラックジャック君、君はその隣の部屋だ。お借りします。あ、ごめん。いいの、あれ部屋に大事そうね。何入ってんの。何、お菓子。お菓子。何でもないの。変なの。あと、はい、頼みがあるんだが、部屋に来てくれんか。おもちゃ、お菓子、飲みます。なんだよ、子供じゃないんだよ。やられた。あと、最近気になることがあるんだ。みんな心配するから誰にも言わないでほしいんだが。どうしたんですか。実はな、最近誰かにつけられているような気がするんだよ。監視されているというか、無言電話があったり、差出人不明の郵便物とか。ストーカーですか。さっきも屋敷の庭で怪しい人影を見たんだ。念のため辺りを見回りしてくれんか。私は部屋で休んでるよ。ブラックジャックさん、最上階は手塚先生とブラックジャックさんだけなんですね。雪が降ってきたようだ。今夜は冷えそうだ。大丈夫？博士、もう飲んでるんですか。あ、ワトさん、まさかお酒。私はケーキ。お前も飲むか、アトム。いいですよ、
飲みすぎないように。アトム、どうしたのかな。みんなの様子を。そうか、私は部屋にいるよ。はい。やめてください。今日の邪魔になります。ウユシッチュの卵を煮つ氷炭杉を。あ、混ぜて混ぜて天地のタネがや。子供じゃないけど。まずい。最上階で何か起こったらしい。え？おい、アトム！まさか、手塚先生！わしらも行くぞ。あ、博士！ワトさん、最上階で何かあったらしい。あ、ワトさん、なぜ外に？その、そんなことより、私たちも行ってみましょう！アトム！先生の部屋で警報が鳴った。行ってやってくれ。はい。お、手塚先生、先生、手塚先生。先生は？返事がない。鍵がかかってて。僕がやってみます。アトム、ドアを打ち破る気か。シャラク君、絆創膏が。中はどうなってるかわからないんだぜ。このタイプか。硬い棒みたいなもんないか。 あるわ。これ。オッケー。先生、何をしてるんじゃ。シャラク君が鍵を。待て、特殊なロックシステムだ。キーじゃないと開かない。開いたぜ。消えた。中から鍵がかかっていた最上階のこの部屋で、部屋は荒らされ、窓ガラスが割られている。バルコニーの下は海、隣はブラックジャックさんの部屋。ブラックジャックさん、何か隣で聞こえましたか。聞き耳を立てていたわけじゃないんでね。ただこの部屋から変な物音はしなかった。それに先生も部屋から出ていない。これ血痕じゃ。なんじゃと。確かに血の跡じゃ。あ、これはなんじゃ。ロープの切りくずも。え、それじゃ。状況証拠だけを見ると、何者かが窓を壊し侵入し先生を連れ出した。しかも先生は怪我をしている可能性がある。あんた、いやに冷静ね。気取っちゃって。とにかくだ、手塚先生は消えた。警報が鳴ってから10分足らずで、エレベーターも階段も使わずこの部屋から消えたんだ。不可能よ。そうじゃ、どうやって。さあ、シャーロック・ホームズじゃないんでね。シャーロック、シャヤク。博士、お客様です。おお、フェクション。
師匠。ひげもやじさん。おお、出たな。ドア開けてくれよ。ちょっと早く着いちまった。あ、そうだ、怪しいやつ捕まえたぜ。屋敷の外でうろうろしてやがった。それは一足じゃ。アトム。は、はい。もしや先生の言っていた怪しいやつでは。僕もそれを。あ、でも天馬博士、なぜそのことを。あ、いや、私も先生に相談されたんだ。さ、下へ行こう。はい。ん？あれは。いよー、みんな揃ってんな。すまねえな、出迎え。俺様の人気もまんざらじゃ。いや、エジさん、怪しいやつって。おうおうおう、こいつが窓から屋敷の中を隠れて覗いてたのよ。こいつのこった、また何かいたずらでも考えてたんじゃねえか。ひひ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 、お日柄もよろしいようで。こんにちは。やめてよ、先生。返して、返して。知らねえよ。何のことだ。ひのこ、やめなさい。いきなりなんじゃってんだよ。お前こそ何をしてたんじゃ。いや、その俺は手伝いしようと思ってさ。おいおい、一体どうしたんだい。実はな、その手塚先生が消えた。消えたね。消えた。三方を海に囲まれたこの屋敷に来るには一つの道を通ってくるしかない。あれは青く光るバラ。ひげおやじくんが屋敷に来るとき誰ともすれ違わなかったとすると、うわー、犯人と先生はこの屋敷の中にいる。きっとどっかに先生いるはずなんだ。先生、ありうるさいちまう。何？やっぱりいなかったようですね。この名探偵バンがきっと犯人を。ん？なんだ？なんだこんちしょ。この犯人めがこんちしょ。この音は引き戸。引き戸です。あ、シャラク君、ダメよ。ちんたら探してられるか。屋敷じゃ壊せ。それもいいかもな。待てよ、あの部屋。あれ、ワトさん、お腹すいた。先生、あれ、なんだろう、あれ。これは。お母さん遅いな。遅いな、ご苦労さんですな。ほんわほんわ。ちんたらしてたら日暮れます。あんたらいつまでも舐めてたら承知しまへんで。おだし一心ぶとい歯ごたえ一心ごんぶと。ごんぶとは早食べな。そんなに見ないだと言ってほしい。かわいい。美容液と同じ潤い成分配合のファンデーション、フェイスシルクス、新発売。マキファクトリー。朝の髪の爆発を防げ、新しい美濁のシャンプーとコンディショナーなら爆発しない。夜洗うだけで羽広がりを抑えた髪、美濁サスーン。粉末洗剤は時にこぼれて余計な仕事を増やします。キューブ型ならそのまま入れるだけ。余計な仕事増えない分だけ昼寝する。誕生、キューブ型アリエール。綺麗な肌を守るためにニキビ菌をやっつけろ。触るだけでいいの？触りたくなる肌、クレアージュ。
屋敷の中と外、あれだけ探したってのに犯人どころか猫の子一匹いねえじゃねえか。そろそろ縄を解いてくれちゃどうなの。うるせえ。おう天魔の旦那、他に隠れるところはねえのかよ。先生どこ行っちゃったの。みんな聞いてほしい。屋敷の中も外もくまなく探した。またこの屋敷から出て行った者がいないことはひげおやじくんと設置された防犯カメラによって確認された。ということは犯人は我々の中にいる。でもそれなら先生はどこに。この屋敷は海に囲まれている。すでに海の中っていうことかね。やめて。ちょっと待ってください。落ち着いて考えましょう。そうじゃな、初めから思い出してみよう。確か警報が鳴ったのは8時頃。あ、ブラックジャック君。私が部屋で休んでいると突然隣の部屋でガラスの割れる音がしました。警報も鳴ったので廊下に出てみると、サファイアが。そりゃおかしいの、君の部屋は2階のはず。違うんです、私先生に用事があって。でもお休みの様子だったんで、そのまま自分の部屋に戻ろうと。その時大きな音がして先生の部屋に行こうとしたら。そういえば何か紙袋を持っていたわよね。あれはそういうワトさんだって中庭で何をしていたの。私見たわ、誰もいない中庭で。あれワトさん。雪の中、何か周りをすごく気にしてた。それは。そういえば中庭から駆け込んできたの。違うの、あれはその、あ、雪が降ってきて、ほら、綺麗だから指に怪我を。うん、あとシャラク君、絆創膏が取れていたが。シャラク君、三つ目になった時のこと覚えてないんです。誰が絆創膏を取ったのかね。僕の顔が。シャラク君の持ってるあれ。それはロビタが悪いんだ。キノコがケーキ作っている時、ロビタが邪魔しに来て、そういう時、離して。シャラク君の頭に偶然クリームがかかっちゃったのよさ。それをロビタが拭いたや、絆創膏が取れたんや。どうしたの。おい、天魔ってやつが結構な科学者らしいじゃねえか。どこにいるんだ。多分お部屋かと。ありがとうよ。キノコ様が悪いと。ああ、それじゃあお茶の水と天魔博士はどこにいたのか。わしはここで飲んだった。あれ博士。私は自分の部屋にいたなあ、アトム。はい。天魔博士、どこか怪我でも。消毒液の匂いがしますが。ああ、いや、これはさっき手首を切ってしまってな。ねえ、どいつもこいつもアリババつもんがねえじゃねえか。アリバイだよ。え、こりゃあひでえや。アトム、一体何のつもりじゃ、またここに戻ってきて。少し事件を整理してみたいんです。確かに先生は部屋で休んでいた。しかし午後8時、警報が鳴った時、ブラックジャックさんとサファイアさんがガラスの割れる音を聞き、先生の部屋に駆けつける。そして約5分後、鍵を開け全員が部屋に入った。しかしすでに先生は消えていた。血痕を残して散歩を海に囲まれた最上階のこの部屋で、つまり犯人と先生はどうやってこの密室から抜け出したかだ。ブラックジャックさん、あなたの部屋見せていただけませんか。ブラックジャックさん、バルコニーに出ましたか。いや、窓が開かなかったもんでね。ブラックジャック先生を疑ってんのかな。こら、止めよ。あ、いや、うん、ん、うん、なんだ。あ、メス。どうしたんじゃ。うん、これはアトム、メスに血が。ブラックジャック君、
そして先生は無事です。さあいかがでしょうか。犯人は一体誰なんでしょうか。そしてどういうことになっているんでしょうか。結構ね簡単ではない、結構難しいかもしれませんね。抜け毛薄毛髪の悩みはリーブ21。発毛というのは自分の髪が生えること。発毛専門リーブ21の特許の最新発毛システムで、頭皮から毛母細胞まで元気にすれば髪が生えてくる。自分の髪を生やしたいなら悩んでないで。新しい上司はフランス人、これはチャンス勉強し直そう、どうにかなるさ明日が。上司行きましょう。日本を送ろう。語りかけてきます。心も満たす贈り物、日本ハムのギフト。青いバラが何か全くわからないです。そうですね、あ、ありましたね。青いバラ、光る、青く光るバラ。ワトさんが指を怪我してたのは、あのバラをちょっと触れたかげで、それだったらテンマ博士もなんか怪我しましたよね。テンマ博士は消毒の匂いがするんですよ。でアトムしか知らないことをテンマ博士も知ってましたよね。でしたね。怪しい、あ、そう、一番とにかく怪しく見えるのは、うん、テンマ博士、ブラックジャック、そして手塚治虫さん自身、まあ部屋が隣り合わせということと、それからそこに一番触れやすい人間というと、この3人しかどうしてもいない。あ、私も消去法で考えて物理的に、あの博士を外に出せるのは空を飛べたりとか、テーマさんのようにあの車椅子がないとまず出せないじゃないですか。アトムかテーマ博士 か。三つ目もなんか力がありますから、なんか三つ目もできるかな、なんかそれも最初思ったんですけど、覚えてないですしね。あれもちょっと怪しかった。怪しい。それでその中ではバルコニーにロープがちょろろって出てたじゃないですか、それで天馬博士の椅子の後ろにちょろろって出てたじゃないですか、 あれがヒントとなって、天馬博士じゃないかな。動機なんですよ、大事なのはね。動機、あの全ての犯罪には動機があると、これはね、いわゆる狂言っぽいですね、本当に。どういうところが、つまりですから、天馬博士、天馬博士、天馬博士がなぜパーティーが11時からのにみんなを早くに呼んだか、ね、そう、早くに呼んでみんなに屋敷内で楽しんでもらおうという思考かと思ったら、なんかみんな部屋に入って休んでください。これおかしいじゃないですか、大体。あ、僕はアトム説、アトム自身が、アトムの一人芝居、アトムの一人芝居自分で警報器鳴らしてまた、バルコニーから下行って、下からまた外から入ってきて集めて、まあだから最終的には手塚さんもグル、みんなちょっと引いてきたんで、あとも空気読んで、あの無事ですよっていうのだけはとりあえず言うとくかなというのがあるのかな、はい、やはりその手塚さんが何らかの形で、もしかしたらやっぱりちょっとおふざけというかサービスでやったか、もしくは、自分がちょっと狙われているということで、その犯人をおびき寄せる、という形でやったので、仕掛け人は手塚さんではないかなと。手塚さん自身がちょっと怪しいのではと。意外とカメラこう上にパンしたら火の鳥に乗ってうろくここだよでは続きをご覧ください。誰なんだよ、誰なんだ犯人は。須藤さん、亡くなったテープのことはひとまずなし、今回これで押していきますからね。バカ、いやそうじゃなくてさ、手塚治虫さらった犯人は誰だって言ってんの。はぁ、
山野くん、君知ってんでしょ。教えてください。須藤さん、教えろ。犯人はね、CM の後で分かりますから。刑事、5秒前3、2、1。やりたくなっちゃう、そのスタイリング力。パワフルワックスビラルタスンスタイリングクレイ誕生。それは森林浴のような爽やかさ、匂いまで吸収する新しいナプキン、匂いも気にならないウィスパークリーン新発売。 Drive your dreams。 Cool cruising Kluger debut Access Vista。 Drive your dreams。 もう一度学校へ行こうと決めたのは、なんか急に知りたいことが増えたから。息子の2年後輩です。カローラが変わる時代。ハロー、明日は全国的に晴れのち雨。バリアクリーン光触媒コート使用の車は汚れが落ちて綺麗になるでしょう。何よこれ。繰り返します。バリアクリーン光触媒コートに含まれる酸化チタンが太陽の光で汚れを分解させ、雨で汚れを洗い流します。しかも効果は6ヶ月。マジ？バリアクリーン光触媒コート新発売。雨で汚れが落ちるバリアクリーン、バリアクリーンソフトもよろしく。アトム、先生は無事だと言っていたが、一体どこへ行くつもりだい？これから犯人を追い詰めていくんです。犯人を？ここは？サファイア君の部屋だ。サファイアさん、もう教えてくれてもいいでしょ。え、紙袋のこと。あ、僕見たんです。部屋を開けるためにシャラックに渡したもの。わかったわ。ベレー帽。へえ、先生にプレゼントね。やるじゃん。でもみんなに言うの恥ずかしくって、ほころびはあるしヨレヨレだし、それにまだ完成してなかったから。だからサイズ合わせしようと先生の部屋を訪ねたんだけれど、勇気がなくて。そんなことはない、素敵なプレゼントだよ。おいアトム、今度はなんで？はい、アトさん。え？その指はどうしたんですか？これはその、これは博士がバイオテクノロジーを駆使して作ったものです。気温が下がると花が開き光ります。今夜雪が降ったからでしょう。博士は詩人なのです。あの顔で。雪が降ってきたから外へ出てみたらこれが咲いてて、先生に花束にしてプレゼントしようとしたらトゲで手を切っちゃって。じゃあ中庭で周りを伺っていたのは？だってみんなにバレたら照れちゃうじゃない。今度は暖炉の前か、アトム。はい、博士、さっき暖炉の上を気にしてましたね。それはなんか怪しかったですよ。いや、ん？あれ？あ、触っちゃいけ。あ、博士、これ壊したの博士でしょ。すまん、落として割ってしまったんじゃ。ミノコ様はもっと壊しています。にゃにー、お前も壊してた。おい、アトム、ってことはお茶も犯人じゃねえってことか？はい。なら残るはハムエッグ入れて4人か。俺も当たり前よ、アリバイがねえ。だったらヒゲさんもだろ。何、わしが犯人だってのか？残念ながらお二人とも犯人ではありません。ヒゲオヤジさんが屋敷に来てから外を見に行ったんです。正門前の雪の上にヒゲオヤジさんの足跡がありました。犯人ならとっくに足跡なんて消えています。どうで、ロビタ、さっきの落とし物頼むよ。タイムです。さっきロビタが落とし物を見せてくれたんです。はい、玄関の植え込みに落ちていました。ハムエッグの大冒険。ああ、
これはよ、おいらが書いたんだ。先生に作ってもらおうと思ってね。それでストーカーのようにつけ回していたのかね。だってみんなにバレたら反対するだろ。当たり前だっつーの。皆さん、僕一から事件を考えてみたんです。犯人はなぜこのようなガラスの割り方をしたのか。大きな音を立て、しかもほとんどのガラスが割れるように。もしかしたら犯人はこの事件発生を僕たちに知らせたかったんじゃないでしょうか。なぜじゃ、どうしてそんなこと。それは僕たち全員をこの部屋の前に集めたかった。どういうことじゃ。犯人にとってその方が好都合だったからです。それではどうやってこの部屋から移動したか。皆さん、今度はブラックジャックさんの部屋へ行ってください。博士、窓開けてください。ああ、しかしこの窓ブラックジャック君が開かないと。ああ、なんじゃ開いた。アトム、なぜ開いたんじゃ。これ見てください。ああ、これはロープ。どうしてこんなとこにロープの結び目が。よく見てください。ロープに少し血がついています。ん？ということは犯人はこれを使ってバルコニーを移動したと。まさか。わかった、犯人はブラックジャック王命だ。ロープを伝って先生へ誘拐したな。このロープを見せたくなかったから窓が開かねえなんて嘘言ったんだろ。ひげおやじさん、この雪の中を一本のロープを伝ってバルコニーの間を渡るなんて不可能です。そりゃひげで、そのなんちゃって。しかしブラックジャック君はなぜ窓が開かなかったなんて。博士、足元を見てください。ん、なんじゃこれ。太い針金じゃが。さっき見つけたんです。博士、手のひらに乗せてみてください。ん、なんじゃ、伸びていくぞ。形状記憶合金です。犯人はこれをあらかじめブラックジャックさんの窓の外側に仕掛け、窓が開かないようにしていたんです。形状記憶合金の特性を考えて気温の変化を利用したトリックです。そしてその仕掛けが外されているということは、犯人がバルコニーを何らかの方法で渡ってきた証拠でもあるんです。なあ、じれってえな。一体犯人は誰なんで。そうじゃ、さっぱりわからん。わからん。わかりました、犯人は天馬博士、あなたが犯人です。この私が。そうです、天馬博士が犯人です。アトム、私が一体どうやって。そうだよ、ロープの上を車椅子が取っていくわけにもいくめ。その通りです。でも車椅子が重要なんです。思い出してみてください、天馬博士の車椅子を。アトム、何を勘違いしてるのかね。確かに私の車椅子は特製だが、空を飛べるわけじゃない。バルコニーの間をこの車椅子で渡るなんて不可能だよ。飛ぶ必要はありません。こういうことです。犯人は8時前、あらかじめブラックジャックさんのバルコニーにつなげてあったロープを手繰り寄せ、先生の部屋で自分の乗る車椅子に結び、バルコニーに出て窓を閉め、部屋にあった椅子を使って自らガラスを割ったのです。そして警報装置を作動させ、ブラックジャックさんが部屋を出るのを確認し、再びバルコニーに出てその車椅子を使ってバルコニーから飛んだんです。車椅子のエア噴射の力とロープを使って、そしてブラックジャックさんのバルコニーの下に宙づりになった。待ってくれ、そこからまさかよじ登ったというのかね。不可能だよ。それも簡単にできます。僕見たんです。天馬博士の車椅子からロープが垂れ下がっていたの。それで気づいたんです。犯人は今度電動車椅子の動力を利用したんだと。車椅子の動力シャフトにロープを絡みつかせ、ロープを巻き上げバルコニーに上がったのです。そうとは知らず僕たちは部屋の前に次々集まってしまった。犯人はブラックジャックさんの部屋のバルコニーに上がると窓の仕掛けを外し部屋の中に入った。しかし犯人は予測できないアクシデントによってミスを犯しました。一つは部屋やメスに残された血痕です。
あの血は犯人のものなんです。おそらく窓ガラスを割った時誤って手を切ってしまったのでしょう。次に雪が降ったためロープの結び目が凍りついてしまったこと、そのため犯人はブラックジャックさんのカバンからメスを借りロープを切るしかなかった。最後にシャラック君が予定より早く鍵を開けてしまったことです。慌てた犯人は残されたロープ、そしてメス、また窓の仕掛けの証拠を拾い忘れてしまった。バカな、私を疑ってるのかね。みんなアトムの考えた想像だ。何の証拠もない。無理は良くない。右手を怪我してるんでしょ。見てあげますよ、サービスで。ついでに博士の血といろいろなところについていた血痕を血液判定してみましょうか。天馬君、アトム、おかしいぞ。わしゃエレベーターで天馬君と一緒にこの最上階に来たんじゃ。その天馬君がどうやって。それは僕にも分かりませんでした。シャラック君のポケットの中に入っているものを見るまでは。なになにこれ。わっ、なに、返してよ。さっきシャラック君が暖炉の前で遊んでいたんです。皆さんは気づかなかったかもしれませんが、これが重要なヒントだったんです。犯人の考えたトリックの。トリック？天馬くん、天馬が逃げた。どうした。鍵が開かねえ。落ち着いて、中から鍵は開きます。あ、そう。どこだ。くそめ。エレベーターが動いてる。下に向かった。なに、行くぞ、のび太。おい、シャラクくん。はい。ブラックジャックさん、もしや犯人のこと。事件の後部屋に戻ってね。バルコニーのこともメスにも気がついたよ。付着していた血液はすでに血液判定済みだ。天馬博士は本当の犯人じゃない。あの人のことだ。何か考えがあるんだろう。付き合ってやろう。はい。どこ行ったんだ。エレベーターは1階で止まってた。この階にいることは間違いねえんだ。おお、こちら。防犯装置が作動しています。何？私たちを侵入者として見てますね。じゃあ襲ってくるのか。なんとかしろよ。無理。やってたじゃん。おい、こんなとこにいると踏み潰されちまうぜ。先生はどこ。はい、やるの。大丈夫ですか。おお、ワトさん、シャラックが取っちゃった。よし、わしもやったるで。博士、アトム。イエーイ。しかし派手にやったもんじゃの。でもな、これプラスチックなんじゃよ。よくできてるが、全く切れん。危険はないと言おうとしたんです。天馬博士はどこに。俺に心当たりがある。ついてきな。贈り物は自信持って、自信持って、自信持って。後ろから出にくいよね。今年も恵比寿、ちょっと贅沢な贈り物です。ブロイなら味わえる。気になっているのはここ、かかとのガサガサ。そんな時はなめらかかと。オイルをたっぷり含んだこのシートをかかとにピタッと貼ると、保湿成分が潤いを与えて、翌朝剥がすとかかとがしっとりなめらか。小林製薬のなめらかかと。かぶれにくさが違うよね。サラサーティコットン100、コットンの良さを生かすため、ほらこうして水で編み込んで、ふわふわっと仕上げ、肌への刺激を減らしました。ほんとかぶれにくいよね。サラサーティコットン100。お待たせ。はい、ハンバーガー。はい、ハンバーガー。はい、チーズバーガー。はい、チーズバーガー。はい、ミホのフィレオフィッシュ。フィレオフィッシュも
返事半額嬉しい。ウィークデースマイルマクドナルド。ダイナソー、美味しそう、楽しそう、当たりそう。ダイナソーキャンピング7日からマクドナルド。 Drive your dreams Toyota。So, do you give up, Harrier? The moon. You win, Harrier. New Harrier. Debut. ここに何があるんじゃ？凡人にはわからないと思うがね。回転炉！地下室か。天魔を探すため屋敷をうろついていたらここを見つけたってわけさ。ここが天魔の実験室だ。さっき持ってたものもここから持ってきた。うわぁ、不気味。あれ、何なのよ。これが俺の持ってたやつの完成したもんだ。これは何じゃい。天魔が作ったバイオマスクだよ。どんな顔でもそっくりに作ることができる。この人工皮膚を使ってね。それがこのマスクの元ってわけか。ピノコあんなブスじゃないのよ。シャーほう、シャラック君の持っている人工皮膚に気がついて、天魔博士が長年人工皮膚の研究をしていることを思い出したんです。はようこそ諸君、よくここが分かったね。天魔博士。おい天魔の、これは何の真似で。君たちは考えたことはないかね。手塚治虫がいなくなればいいと。天魔くん、何を言い出すんじゃ。確かに我々は手塚治虫によって生み出された。そして多くの人々に作品を通してメッセージを送り続けている。しかしそれによってこの世界が変わったかね。自分勝手で残酷な人間たちは自らの住む世界を汚し、繰り返し自然を破壊していく。また人間同士の愚かな争いは決して絶えることなく続いている。この緑の星地球は人間たちによってすでに断末魔の悲鳴を上げているんだ。手塚治虫さえいなければこんな世界に生まれてくることもなかったはずだ。待ってください。それは違います。僕たちは生まれてきたことを後悔したことはありません。そうじゃ、それはわしら一人一人に大切な先生の気持ちが込められているからじゃ。おいよ、世界中の子供たちに伝えなければいけねえメッセージってやつがよ。そりゃ先生の気持ちピノコ伝える。伝えます。それは人間だって動物だって植物だって変わらない。命あるものは全て平等なんです。そして生きること、互いに慈しみ愛し合うことは素晴らしいことだと先生は教えてくれた。そうだ、こんな時代だからこそその気持ちを伝えていかなければならないんです。手塚治虫の子供である僕たちが。天魔くん、目を覚ますんじゃ。先生を返して。先生どこよのさ。みんな、先生涙がこぼれてますよ。もう十分ではないですか。天魔くんが二人いる。みんなすまなかった、手塚先生にどうしてもと頼まれてね。お、天魔博士、天魔博士で、こっちも天魔博士で、こっちも天魔博士。私ピノコ、あれ後ろにいる本物の天魔博士は協力者で、真犯人は別にいたんです。この事件を計画して実行したのは天魔博士に変装した手塚先生、そうですね。いや、すっかりバレてしまったようだね、アトム。このマスク結構苦しくてね。先生、いやごめんごめん。あ、このバカ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 。ああ、ごめんごめん。失敗したやけ先生。いや、そんな泣かないで君たち。アトム、こりゃ一体。こういうことです。車椅子を使ってバルコニーからブラックジャックさんの部屋に入った本当の犯人、それは天魔
博士ではなく手塚先生だったのです。アトムの言う通り、先生はバイオマスクをかぶって私に変装したんだ。私が開発したこのマスクは声も変えることができる。もともと医学のために発案した人工皮膚だがね。それを先生が利用したということです。何も知らない僕たちは鍵を開け、先生の部屋に入った。その時、手塚先生と天馬博士は入れ替わり、本物の天馬博士はエレベーターで開花へ。そして先生はこの時から僕たちと行動を共にしていたんです。この事件は全て先生が考えたお芝居だったんです。そういうことじゃったか、なるへそ。先生、教えてください。なぜこんなことを。みんな本当にごめんなさい。でも僕はお兄ちゃん、どこに行っちゃったの。もうみんな集まってるよ。いかん、あと20分で21世紀だ。なに、ケーキできてないのら。行くぞロビタ。おりゃ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 。先生、本当にどうしてこんなことを。さあ私たちも上へ行こう。でも先生、ブラックジャックさん、先生はどうしてあんないたずらを。いたずらか、しかし忘れかけていたんじゃないかな私たちは。え、お前さんが言った気持ちをさ。さあ、急ごう。はい。みんな、どうぞ。みんな、今日は本当によく来てくれたね。21世紀はもうすぐです。これからもよろしくお願いします。乾杯。乾杯。先生、できたのね、特製ケーキが。おお、女のばかしです。みんな今日はごめん。でもみんなの気持ちが分かって本当によかった。僕はそんな君たちといつまでも一緒にいたい。けれども人の命には限りがあるんだ。だから永遠の命を持っている君たちが僕の気持ちを、この思いを代わりに伝えていってほしい。そしてこれから先ずっと今の子供たち、これから生まれてくる子供たちと一緒にこの素晴らしい地球を守っていってほしい。君たちなら安心して任せられる。今日まで本当にありがとう。そしてこれからも頼んだよ。お、ここは。さあ私と一緒に行きましょう。どこへ。あなたの魂はコスモゾーンとなって宇宙でいつまでも輝き続けるのです。あれ、先生は。みんなカウントダウンじゃ。5、先生、3、2、1、2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 
ということだったんですが、いやでも深いですね、本当にね、あのなんだっけ、こんな時代に、あの生まれてきて生み出してしまってみんなどう思ってるんだろうって知りたがってたの、手塚さんの気持ちって、なんか子供を持ってるお父さんお母さんの気持ちと同じなんじゃないかなと、ね、きっとね、当てることよりも感動しました、今とても感動しました、やはりこう育てた子供たちがこうして時代を担って、そしてまた新しい子供たちに新しい夢を与えていく、そういう漫画というかアニメをずっと残し続けて、それがずっとこう独立して生き続けていくんだなって、そういう思いを新たにしましたね。友尾さん、あの今はいかがでした？目が違う、うるうるしちゃいましたよなんかあの推理なんかどっか行っちゃって後半のなんか目がいっぱいになってしまいましたけど、やっぱりなんかすごい愛とか夢とか自然とかのそういう大切なものを伝えたかったんだなっていうのが分かって、もすごいチーンとしますね。我々もね、手塚さんのやっぱり子供たちっていうか意思を継いでいかなくちゃいけないだろうなと、手塚ファンであった以上というか、手塚アニメ手塚作品に触れてきて、それに影響を受けた人はみんなそういう使命を持ってるんだろうなと、なんか結構ちょっとね新しくなんかそういう覚悟をまたにはしてたんですけどね。藤子さんいかがですか？まあ、最後は手塚先生が火の鳥に乗って、まあ、宇宙へねこう去っていくというシーンはね、まさに非常に象徴的で、まあ、手塚先生のこれから今まで読んできた人はもちろんですけど、これからの子どもたちがね、また改めて手塚先生の漫画アニメをねまた見て育ってくれると素敵だなというふうに思いましたね。そうですね。でも実際に手塚先生がこういう夢見合ったんちゃうかなっていうぐらいの、なんかすごいそのものっていう感じでしたね。火の鳥の推理が僕当たると思いませんでしたねありがとうございます。ちょっと手応え感じました、ね、天井のあたりっていうのはちょっとすごかったけど、ちょっとスケールちっちゃかったね、この推理は。やっぱ宇宙まで行かれましたね、塚先生は。ということで、まあ、初公開の最新作とともにお楽しみいただきましたけれども、皆様いかがだったでしょうか。ぜひですね、こうした思いを本当にあの次の世代にしっかりと私たちは受け渡ししていかなくてはいけないということですね、ということで、どうぞ皆様にも良い21世紀を。この辺で失礼いたします。ありがとうございました。やっぱさ、手塚先生はいいよ。 OK です。長時間お疲れ様でした。いやいやいや、山野お疲れさ。おい、大阪来たら寄ってくれよ。はい、須藤さんもお元気で BS 頑張ってくださいね。はい、それじゃあみんなもお疲れ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。でも誰なんだろうね、ともちゃん。ともちゃん？
だよテープ、アトムでボーン来年の春の特番で使えるかな。トヨタ自動車とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。